今日もイスラエル美佐子のチャンネルにお越しくださってありがとうございます。初めての動画をアップしてから2日でチャンネル登録者が100名を超えました。ありがとうございます。これからもイスラエルの風を伝えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日の動画も最後までお楽しみください。今日は愛犬パンダが緊急入院してしまいました。先週末は天気予報で雷嵐の予報でした。パンダは雷が大嫌いで震えがすごいので、家の中にテントを張ってパンダが安心して過ごせるように準備していました。狭いところに入ると安心するようです。予想に反して週末は天気が良く晴れ間も見え、私たちも油断していました。週明けの夜から朝にかけて雷が鳴っていたようで、私は寝ていて全然気づかなかったのですが、短い停電もあったようなのです。でパンダは停電も大嫌いで、停電するともう本当に震えてテーブルの下に隠れたりするのですが、早朝にパパさんがパンダが大量に吐いていて何か様子が変だというので見に行ってみると、白い泡みたいなのを吐いていて胃の中に何も残っていないのに、それでもまだ吐こうとしていてとても辛そうだったので、早朝病院に連れて行きました。病院に連れて行くと、いろいろ検査しますね、夕方に検査の結果を連絡しますというので、私たちは一度家に戻ったのですが、全然落ち着かず待っている間何もできませんでした。夕方に迎えに行くと、私たちを見て尻尾を振りながら出てくるパンダを想像していたのですが、麻酔で寝かせられていたらしくフラフラしながら出てきたので、麻酔が効いているというのは頭で分かっているものの、それを見て私は滝のように泣いてしまいました。獣医さんが言うには、検査の結果で胃にガスが溜まっているというので、胃がねじれてしまう胃捻転っていうのを起こす可能性があるので、もう一度病院に泊まって様子を見た方がいいということでした。私は一緒に連れて帰ってきたかったのですが、パートナーが飼っていた前の犬は胃捻転で死んでしまったということで、彼にはトラウマがあるので、今日はもう一晩病院で様子を見ようとなりました。いろいろな検査、レントゲンとかをした結果、もう一つ分かったことがあります。小さい時に虐待を受けていた可能性があるそうです。もしくは事故に遭っている可能性があるということでした。それは片側のあばら骨がいくつか骨折した跡が見つかっているそうです。パンダは異常に怖がりで、散歩に行った時に少しの物音にもビクビクしたり、そういうのも小さい時のトラウマなのかなと思うと、また滝のように泣いてしまったのでした。今ブログと YouTube 動画を同時に作っていたのですが、動物病院から連絡があり、懸念していた胃捻転が起きてしまったようです。今の今緊急手術に入りました。どうか皆さん、パンダに祈りのエネルギーを送ってあげてください。もっと動画を長くいろいろやりたかったのですが、ちょっとそれも難しいので、今日はこの辺にします。今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。3本目でこんなにちょっと悲しい感じの動画になってしまってすいません。また次回の動画でお会いいたしましょう。